くず寺は、大阪府藤井寺市にある神聞、総おむろ葉の寺院。藤井寺、つよ林寺とも称する。本尊は十一面千珠館世音菩薩。西国三十三所、第五番札所。本尊神聞、恩羽皿だらまきり陸祖赤子栄華、マイルより頼みをかくるくず寺花のうなに、紫の雲寺殿では、人紀二年、聖武天皇の直眼で、行記が創建し、 古郷山区随寺の直後を得たとされている。近世の地種類や最高官人帳でも以上の自伝を踏襲しているが、別説では、もともとは、藤井蓮の氏寺であったとされている。藤井蓮の前身である白石は、くだら孫つの光栄である、大達寺のおいであるタンツをとしており、日本書紀によれば、君国の白井三宅の田辺の日の戸を定めた。 功績により白石の生を賜ったとされている。奈良時代の養老4年に白石は藤井蓮に改正しており、く井寺は一族の藤井蓮広成が創建したとされている。また、く井一族からは大安寺僧である慶春が出ている。大道元年にの藤井氏の出身である藤子と平城天皇の間に生まれた巫女である阿保親皇によって再建された。また、阿保親王の巫女である 有原の成平が奥の院を造営した。中世以前の遠隔については、資料が乏しく、必ずしも明確でないが、本尊千寿観音座像は、奈良時代の作品であり、境内から奈良時代の古河原が出土することなどから、創建が奈良時代8世紀頃に遡ることは、間違いない。発掘調査によって7世紀中央の、 西林寺式圏丸瓦や七世紀後半の吉政寺式圏丸瓦が出土しており、七世紀後半には混流されたことが判明している。なお、八世紀前半の大安寺式の木瓦や南蛮バ式の木瓦が多数出土しており、この頃佳覧の整備がなされたと考えられる。永長元年には山と国が留めの里の住人、藤安樹が荒廃した佳覧を修理したと伝える。 経団湿度の河原の一つに、旧安三年の命があり、その頃に造営事業が行われたことが推定される。平安時代後期から観音霊場として知られるようになり、西国三十三所観音霊場が成立すると、その一つに数えられるようになった。南北朝時代には、楠木正重が陣を敷いたことがあるなど、たびたび陛下にさらされた。室町時代には、 幸福寺の末寺として栄え、伽藍は、東西二つの三重塔を持つ薬師寺式伽藍配置で、あったが、明王二年に起きた畑山氏の内紛に橋を発した、陛下によって、老門、中門、三重塔、陳寿社、奥の院を消失し、本堂と同等を残すのみとなった。また、永正七年の地震で同等を失い、現存する建物は、近世以降の再建である。 重要文化財の四つ足門は、慶長六年、豊臣秀頼による南大門として建てられたもので、ある。間室千珠館の座像四脚門8月9日の千日英式の日の三景を言う。この日に三景すると4万6千日の区読が得られるとされ、多数の三景者が訪れる。また、本尊の千珠館の像が特別に開庁される。毎月18日。 千術観論像が開庁される。特に1月18日は初観論会と称する。所在地交通アクセス。ありがとうございます。